い玉焼きを見てもらいます。払い玉焼き。状態だということです。ご覧いただいているのは視聴者提供の映像です。安倍元総理が銃撃されたその直後の様子とみられます。この道路の真ん中に多くの人が集まってきています。スーツ姿の方、そして街行く方々なのでしょうか。多くの方々が詰めかけています。そして大声を出している、声をかけて周りに注意を呼びかけている、そういった姿も確認できます。スーツ姿の方もいます。自民党関係者でしょうか。この駅前、奈良県の駅前というこの中で銃撃、そして安倍元総理が背後から散弾銃で撃たれたとみられていますが、その発砲音が現場の情報によりますと2発あったということです。そしてこちらも画面の中央、道路の中で、道路の真ん中で複数の方々が取り押さえているようにも確認できます。取り押さえているようにも見えます。そして誰かがこう引きずられているようにも見えます。これが読み方は分かりませんが、山上徹也容疑者なのかは分かりませんけれども、何者かが大勢の人によって取り押さえられ、連行されていく、連れ去られていく様子も視聴者のカメラで、撮影されています。安倍元総理が銃撃されました。情報によりますと、これが11時40分頃、今日の11時40分頃の映像とみられています。ですからおよそ1時間ほど前のことです。およそ1時間ほど前です。奈良県で応援演説中だった安倍晋三元総理が銃撃されました。安倍元総理は心肺停止の状態、ヘリコプターで奈良県橿原市にあります病院に運ばれました。病院に運ばれましたが、現在の詳しい容態などについては情報は入ってきていません。